新型コロナウイルスがですね、まあ、日本また世界に、感染といいますか、その流行しておりまして、私たちの礼拝もこういう形で守ることになりました。改めて文明というかですかね、科学が発達して、まあ、人間がまるで自然も世界もコントロールできるようになったような思いでいましたが、自然やまたこの世界の中でですね、改めて人間が無力なものと言いますかね、意外と脆いもんだということを、まあ、深く覚えさせられている、まあ、今日この頃であります。で、今日マタイの福音書の復活のイエスが弟子たちに権限された、まあ、ところを学ぶときですね、このマタイの福音書の最後が、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるという、まあ、復活の主イエスの約束で終わっている。でこれは実はですね、マタイの福音書の最初が、まあ、主イエスの誕生の時にですね、その名はインマヌエルと言われる、つまり神が我らと共にいますと言われるという言葉で始まった。そしてこの終わりがですね、世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、主イエスの約束で終わっている。これはこのマタイの福音書がイエス・キリストにおいて主が共におられるということを福音の大きなメッセージとして語っている枠組みではないかというと思うんですね。そうしますと、この福音書はこのイエス・キリストにおいて神がと言いましょうか、あるいは復活のイエス・キリストが聖霊においていつもこの私たちと共に世の終わりまでいてくださる、そういうことを語っているのではないかというものですね。そうしますと、改めて、まあ、コロナウイルスの感染とかいろんなことで、まあ、怯えている私たちではありますけれどもですね、復活の主はいつもまだどこでもと言いましょうか、この私たちと共にいてくださる。それがこのこういつの時代にも、もちろん今の時代にもイエス・キリストを信じる私たち人々にとってですね、深い慰めであり、また励ましではないかということを、まあ、覚えさせられるものであります。さて、この最後のマタイの小説において、復活のイエスがガリラヤにおいて11人の弟子たちにお会いになったという記事があるわけでありますが、このお会いした11人の弟子たちというのはですね、私たちの知る限り、マタイが記す限りですね、イエスが十字架につけられる前夜はこのイエスを見捨てて逃げた弟子たちであり、筆頭株のペテロでさえも3度もイエスを知らないと、まあこの大祭司の庭でですね、言ってしまったということを、まあ、書き残しておりまして、しかもこの弟子たちがですね、ガリラヤに行き、まあ、イエスが指示しておかれた山に登った、そしてイエスに会いひれ伏した。まあひれ伏したっていうと、なんかひれ伏すっていう日本人の感じのひれ伏すですけど、ここでは礼拝したっていう意味ですね。イエスを会ってこのひれ伏してイエスを礼拝した、まあそういう意味では彼らはこの地上のイエスにお会いする時とは別の仕方でイエスを礼拝するという仕方で、まあ、イエスにお会いしたと言っていいでしょうね。しかしですね、そこに疑う者もいたというふうに書き記されているわけであります。でこのような未だに現実に復活のイエスとお会いしているにもかかわらず疑う者もいたというふうに
まあ、書いてあるここはですね、マタイの福音書を書いたマタイという人が、まあ、弟子たちのそういう弱さについてどうしても書き残しておきたかったんだろうと思うんですね。そして改めてこんな弟子たちにイエス復活のイエスは一言も咎めたりあるいは叱責したりしておられないんですね。私はここはすごい不思議なところだとやっぱり思いますね。イエスが真実であられたにもかかわらず不真実であった弟子たち、しかも復活のイエスと目の前にお会いしていながらなおも疑う者もいるような弟子たちにイエスは叱責もせず咎めもしておられない。これはやはり非常な驚きですね。それはおそらくイエス・キリストの十字架の贖いの許しの恵みにおいてイエスは彼らを許して再び弟子として招き立たせようとしておられる、そういうことではないかというのを思いますね。そしてイエスは復活のイエスは何を弟子たちにおっしゃったかというとですね、私は天と地の一切の権能を授かっている、まあ一種の宣言ですよね。復活された死に打ち勝ちたものだイエス、それは今や天と地の一切の権能を授かっている。昔キングオブキングスって映画がありましたが、まあ、いわゆる王の中の王、まあ、この地上においてあるいは天において一切の権能を授かっておられる復活の主ということですね。私はそういう存在であるということをまず弟子たちにおっしゃった。そしてですね、だからって言うんですね。だからあなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに地と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさい。まあ、私は天と地とこの一切の権能を授かったものである。そしてだからこの私がだからあなた方に命じると言ってですね、この私があなた方に命じる、行って全ての民を私の弟子としなさい。まあ、この宣言と弟子たちを世界の全ての人々の救いのために派遣されるこのイエスの派遣の命令と言ってましょうかね。命令は実はですね、旧約聖書の、まあ、紀元前2000年の神から召されたアブラハムに対して約束なさった神の約束がですね、いよいよこのイエス・キリストの宣言によってまた派遣によってこの始められようとするような出来事、まあ、いわゆるアブラハムからイエスの時代を総括してですね、改めてアブラハムの約束、受けた約束をこのイエスが弟子たちを通してこの実現なさろうとしておられる、そういう命令だということですね。アブラハムはあなたの子孫を通して全ての民族国民が私の祝福の中に入るようにするというふうに、まあ、神様から約束された。で、今やアブラハムの末であるイエス・キリスト、神の子イエス・キリストがですね、復活されてこの弟子たちにですね、一切の権能を授かったものであるからあなた方にこのことを命ずると、全ての民を私の弟子にしなさい、彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授けなさいというふうに言われた、ね、しかし考えによってはわずか11名の、しかもイエスの御旨を悟れなくてイエスに背を向けて逃げた弟子たち、また今ガリラヤでイエスにお会いしながら疑う者も含んでいるこの弟子たちがですね、こんな大きな使命のために派遣されるということはどういうことでありましょうか。しかも
使徒言行録を見ますと、この11人の弟子たちの多くはガリラヤの魚取りであり、まあ、無学な普通の人々というふうに書いてありますね。無学な、まあ、普通の人々であった。そういう意味では私たちと大して変わらない、私たちのと大して変わらない、まあ、人間って言いますかね、弟子たちのグループですね。で、このような少人数のしかも弱さを抱えた弟子たちがですね、どうしてイエスのおっしゃったような世界のすべての人々に福音を伝え、彼らにバプテスマを授けてイエスの弟子とするなんていうような大きな働きができるでしょうか。しかし驚くべきことに、今日の福音書はですね、こういう弟子たちにイエスが命じられた。で、ここの非常に重要なキーワードはこういうことではないかと思うんですね。最初に申し上げましたように、私は天と地の一切の権能を授かっているものだ。で、この私があなた方に命ずると言って、すべての民を私の弟子にしなさい。で、その支えになるんですか、そのことを支え導かれるのは、実は私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるとおっしゃってくださる、この主イエス・キリストの伴う働きといいましょうか、キリストが共におられる、一切の権能を授かった方であるキリストが、弱い、またつまずきやすい、また無学で普通の人である弟子たちと共にあると、キリストが共にあってくださる、栄光のキリストが共にあってくださる、まあ後に聖霊においてというふうに言っていいでしょうね。聖霊において主イエスが共にあり、彼らと共に働いてくださる、そのことがあるので、イエスは弟子たちに、だからとおっしゃったんですね。一切の権能を授かっている、だからすべての民を弟子としてバプテスマを授けようとおっしゃった。ここにこの弟子たちの力、あるいは別の言い方をすれば教会の力の源があるというふうに言えます。イエスは今日もすべての教会、あるいは私たちに対して行って、すべての民を私の弟子として地と子と聖霊の名によってバプテスマを授けようと派遣しておられると思うんですね。私たちはこんな弱い私たちで何ができようというふうにまあ思うわけですが、実は働かれるのは主の恵みなのだと、一切の権能を授かった主イエスが聖霊において世の終わりまで私と共にいてくださり、共に働いてくださる、そのことの上に弟子たちは弱さを抱え、ただの人であろうと、その主が共にいてくださることが、彼らがこの主の派遣の命令に従っていく、お答えしていくということの力だということがここで語られているのではないでしょうか。だからマタイはわざわざ、しかし疑う者もいたという、まあこの恐ろしい言葉ですよね。復活の主イエスにまみえながら、まだ疑う者もいたというこの恐ろしい言葉をですね、書き残したんだろうと思うんですね。ですからマタイは明らかに、インマヌエルである主が世の終わりまで共にいたのことこそが、教会が派遣されて主の派遣の命令に応えていくことができる力、源だということを言ってるんじゃないでしょうか。改めて私どもはイースターを終えてですね、このイエスが弟子たちにガリラヤにおいて権限なさった時の御言葉を通して、すべての人を弟子にしなさい、まあ
私たちの教会の今年の標語も、すべての人が救われることが神の望みであるということを、まあ、標語にいたしましたが、そのような標語のもとに、改めて私たちのような弱い者をも、この一切の権能を授かった方が、世の終わりまで共にいてくださるということの確かさのように、その命令といいましょうか、その派遣の命令にお応えしていくことができる力の源であるということを覚えてまいりたいと思います。お祈りをします。父なる神様、私たちのような貧しく弱い者をイエス・キリストの十字架の贖いの恵みに預からせてくださり、新しい命に生きることができるようにと聖霊の賜物をいただきましたことを心から感謝いたします。今朝改めて一切の権能を授けられた復活の主が弟子たちに派遣された命令を聞きました。私たちも同じようにその命令をこの時代の中で聞きますが、そのことにお応えしていくことができる力は実は私どもにあるのではなくて、世の終わりまで聖霊において共に働き歩いてくださる復活の主イエス・キリストの確かさにあることを改めて覚えて感謝いたします。どうぞこの週も私どもまた教会一人一人も使わされていくそれぞれの場所にあって、主のご委託に応えていくことができるものへと整えてください。またどうぞ祈りによって今も生きて働きたも主が聖霊を通して一人一人と共に歩んでくださいますように、どうぞ心が天でなるように地でもなりますよう導いてください。イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。